嫌な感じだよ。え？嫌な感じ。あ、ブータンね。うん、ブータン。これはこの読んでみようかな。まずいとか飛ばすから大丈夫だよ。ブータン旅行のインタビューです。当時テレビで見た、エッチ様のお言葉、エッチボンね。エッチボンのお言葉について、木とか草、あと、干し肉がうまかった発言だったよね。よりもドン引きした発言があってずっと気になっています。インタビュアーの何が楽しかったですかという質問に、ブータンの平民の子とボールで遊んだのが楽しかったと答えたんです。え、平民と言った？これ大変衝撃でした。俺聞いてないよ、これ。私も聞いてないけど。うん、あったのこれ。いや、あったらしいんですよ。それでも今カットされてるんだ、うん。カットされてるの。で、その頃この三宅のやばさを知らなかった私ですが、このお家では国民のことを平民って言ってるんだと驚きました。ですが今 YouTube で見られるインタビュー映像では平民発言はなかったことになっています。昨日このことを動画にコメントしたら速攻消されてしまった、国民に知られたくないんでしょうね。どっかにこの発言残っていないのかな。国民のことを平民というような人間が天皇とか本当に無理です。ということは本当これ知ってる人います？私もね、探しまくったんだけどどうしても見つけられなくて、うんうん、ぜひね知ってる方いたらねもっと情報を教えてほしいなと思って、うん、これねなんかダウンロードしてる人いないかね、うん、多分出たんだねニュースで。でもねこれを聞いて、うん、テイミスに出たことを私思い出したの。あ、テイミス出てたね。何年か前なんだけれども、うん、キーコさん、うん、そうそうそう、キーコさんがね、うんうん、皆さん平民に言われる筋合いないみたいなことを言ったっていう記事がテイミスに載って、うんうん、あれ本当だったんだとか思っちゃった。 誰が誰をしてこのキーコに平民と言わしめたのか。いやもう自然とキーコの中では平民扱いだから私たち。いやっていうかね、平民っていう言葉の概念、あ、これおそらくお母様が言ってるんじゃないですか。お皿じゃない？お皿？うん、平民のことも仲良くしなきゃダメなのよとか。いや、そういうものの言い方ってのはもう上に上がった人しかできないよ。自分が平民の人は平民って言わないよ。じゃあお皿がキーコさんになって、お皿がひど普段にこういう教育してんじゃないの。じゃあ馬子さんもシカ子さんも私たちのこと平民って言ってるのじゃないの。うん、だからでも自由になりたいけど、うん、お前ら平民は私たちを支えなきゃならないと、貴族なんだと。いやだ、うん、いやもう合点がいくじゃん、うん、報道を見てれば、うん、あの言動とあの後ろ足で砂をかけたってよく言われる記者会見なんてあれ国民バカにしてなきゃできないよあんなことは、うんうん、そうね。だからこれはねはっきり言ってお皿から来てんだよ、うん、悪いけどそういう思想っていう面では立つ飛行しいですか、うん、先生とかあのお母さんはそういう思考にはなってないと思うよ。うんうん、お皿思考。うん、お皿が皇室にあなたも入ったんならね、ちゃんとね、区別はつけなきゃいけないとか言ってね、やってんだと思うよ。うん、したらその平民中の平民だったね、キーコは舞い上がっちゃうわけだよ。うん。まあそういうことだと思うね。これはひどいね。それでね、今ね。これをさ、ブータン旅行のこと実はずっとこの間も話題にしてるじゃない、うん、で考えてたのね。で、ブータン旅行についてこれまだネタ完全に明かさないけど、あるグループがね、あれ根回ししたってことが分かってるじゃない、うん、あるそれはグループっていうのは外務省じゃないわけだよ、政府の関係でもない。で、取り巻きグループだよね、はっきり言う学者とかね、まあ、その中の一部がくっついてってるようだと今は目を割ってきてるんだけども、同じようなことがさ前にもあるじゃない、うん、要するにエーミアンについてね、例えばアフリカの旅行って多くの場合事前にこうなんていうかね、事前旅行をして向こうの政府の人にいろんな話をして、政府っていうかね大統領とかね閣僚クラスに会っていろんな話をしてね、まあ要するにこういうことなんだよね。取り巻きの学者教授連プラス関係業者が回って、プラスアルファでね、外務省ではなくて JICA、
JICA は関係者に聞いてますよ、私は。で、JICA がね、ODA の箇所付けをするんですよ、政府開発援助の。それを餌にちらつかせながら、エミアが来たらば、ちょっといい扱いしてくれよっていうようなことを、非公式にね、言ってるって話を聞いてるんですよ、複数の筋から。だから、それが多分ブータンでもやられたのかな。でも、ブータンの王様はもう、あんまり渋い顔もしなくてね、しょうがねえなっていう感じだったけど、あれ、インドの総理大臣来てたじゃない、首相が。で、非常に緊張してる事態で、インドとの会談が大事な時期だったのに、突然、なんていうか、押し込みできたのにさ、形だけは整えてたじゃない、歓迎して。インドの方が先に決まってたらしいよね。だからそういうのは避けるよね、日本の政府がやるなら。っていうのは、インドとブータンがね、組んで中国に対抗するって、日本にとってもね、利益になるから、そういうことは優先してもらうっていうのになるんだけど、この人たちはそういう発想ないから、エーミアとかね、ヒサボンがね、ヒサボンが売り出せりゃいいわけでしょ。ヒサボンがわけのわかんないさ、紋付き袴着てさ、この人ね、この人の名前は、日の今のショートでも公開してるから。もう公開してるの、この池谷さん。そうそう。人類文明史研究部教授、国立民族博物館のね、池谷和信っていうのがいるんですよね。こうやるとわかるかな。これ映っても困るとこないでしょ。ちょっとでもなんか、通知来たりしたら嫌だな。池谷っていう人がね、ブータンついてて、これが中心になってね、アテンドしてるんですよね。で、もちろん準備もやって、事前にもね、根回ししてるわけ。こういうね、勝手なことをね、エーミアの取り巻きはやるわけですよ。で、大体金にしてんのね。金にしてんの、間違いなく。おう、誰があれだよ、これ、名誉毀損だってのはやってみな。いろんなの掴んでんだから。で、それが馬脚を荒らしたのは嵐山だからね。だって池谷っていう人なんか、事前にも言ってるんだよ、事前にも言って。誰が羽出したの？すごいね、下見。で、しかもね、エーミアと協調出してるでしょ。必ずそういうパターンになってんの。必ずそういうパターンになってる。取り巻き連っていうのはね、協調を出す、それから周りから金をね、せしめる。もう間違いないのはね、これ、例えばさっきちょろっと僕言ったでしょ、根回し、事前の根回し旅行をね、業者連れていくのは、業者に金出させるため、金出させてた、旅はね。まあ、結構ね、だから贅沢な旅はできなかったみたいだけどね、そういう記録持ってますよ、もう、その旅の記録は。だからね、そういう取り巻き連がね、はっきり言って、皇室外交って言葉をね、言っていいのかどうかわからないけど、そういう姿も歪めてる。もうただのわがまま。わがままで外国に行くと。しかも利権絡み。こういうものが、エーミアの周りでは横行してるんです。これ、いつもギャーギャー私怒っていることにもあるけど、結構今日言ってることきついからね、これ。もう、エーミア利権ができてるってことを私は言ってるんですよ。で、これもう、なんでこんなこと言い出したかっていうとね、もうどうせやらないでしょ、検察は。もうできねえんだろ、あんたら。いろいろ考えがあるから、こっちも。本当にね、検察に対するね、信頼はね、地に落ちるよ、こんなことやってたら。好き放題じゃねえかね、取り巻きの連中に。で、この京都市長はこんなのさばらしてくのかね。奥野拓司も。本当そう思うよ。そういうところから一角から崩していかないとね、こういう連中のね、利権あさりは止まらないよ。で、どん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 ね、皇室はね、存立基盤をね、掘り崩されるんだよ、これ。もう、金城陛下だっていらないって話になりかねないよ、これ。たまに声が出るから、金城陛下はなんでリーダーシップを取れないんだって。取れない仕組みになってるんです。これは私よくわかってる。だから、我々が、どなたか正しく言ってましたよ。我々が変えるしかない。国民の総意だから。国民の総意で、天皇は象徴たるんだからね。象徴はね、我々が選べるんだよ、本来は。直接選挙じゃないけども、選ぶルールは我々が作れるんです。だから本当にね、そういうことをね、考えたらね、こういうことはね、検察はね、司法が何のために独立してるのかね。それ考えたらね、こういうブータン旅行のことを一つ取ったってね、これ調べらね、山ほどね、これね、やばいこと出てくるんですよ。私調べてもいいけどね。
調べられるから、ね、動画見たらね、うん、まあ池谷さんっていう人がちょろ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 映ってるの、いつも真ん中座ってるね。そう、ちょろ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 、うん、ねえ、何かこう名前がこうターゲットの人は池谷だ、奥の拓司とかね、奥の慶太郎とかね。あ、でもね、ブータンの時の久くん、お白いを見たら拡大して、うん、なんかね、下ペロペロしてたり、うん、なんかずっこけて引っかかって転びそうになったりしてる、うん、ちょっと情けなかったの、読みは引けないことだな。うん、いいね、うん、陛下なんかすごいかっこよく引いたもんね、うん、まあ、陛下と思うよね、うん、まあ、比べるのもなんですけどね、うん、なんであそこまでね、エチ君に無理をさせるのかね、うん、無理な形を作っておくと必ず崩れるからね、うん、だからこれね、だからね、このブータン旅行っていうのもね、単なるなんていうかおかしな現象じゃなくて、裏にこうね、ドロドロのものがあるなって思ってるわけね。だからそういうのも気がついてるからあれなんだろうね、ブータンの王室はあんまり付き合いにくいんだろうね、エミアとはもうね、嫌な顔したからね最近は、うん、と思います。だからこれ今日いただいたお言葉もこれ非常に重要なんでね、ちょっと調べてみたいですね、この平民云々っていうのはね、うん、それぜひね、うん、知ってる方いたら教えてください、うん、はい、おいで、またあんの、うん、今日はもう、うん、これだっけ